はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、こちらカリフォルニアアドベンチャーに来てます。今からですね、あの有名なカーズランドをちょっと散歩しに行こうかなと思います。カーズランドが見えてきました。今現在ハロウィンやってますので、ハロウィン風になってますね。はい、到着です。この上のところもハロウィンっぽくなってます。では早速中入ってみましょうか。これはコーヒーカップ的なアトラクションなんでしょうか。動き始めましたね。結構遠心力で、すごい遠心力が、おお、結構悲鳴も聞こえますね。とても楽しそうです。いろんなところがハロウィンバージョンになってますね。だけどちゃんとなんかカーズみたいにコーンとかで作られてて、とてもいい雰囲気ですね。映画がね、そのまま再現されてる感じですね。いや、カーズ好きにはたまりませんね、これは。素晴らしいです。こちらは映画にも出てくるモーテルですね。あそこにハロウィンバージョンのメーターがいます。多分このコーンもハロウィンバージョンなんでしょうかね。こちらはカーズランドの中のレストランですね。ハンバーガーなどが売ってます。とてもね、ボリューミーです。ガソリンスタンドですね。すんごいボリューミーですね。写真見た感じ結構ちっちゃいのかなと思ったら、さすがアメリカンサイズのものが出てきました。あとこれがね、チョコレートシェイクです。美味しそうですね。ではいただきます。いや、雰囲気が本当にいいですね。楽しいです。ただ歩いてるだけでも本当にね、楽しいですね。ここにはタイヤのタワーがあります。これも映画を再現されてますね。これも映画を再現されてますね。ここはカーズのショップです。ちょっとまだ開いてないんですけれども、こんな感じですね。ここはショップです。でこちらがですね、あの有名なカーズのアトラクションです。早速乗ってみたいと思います。楽しみですね。写真があるんですね。はい、ということでね、カーズ乗ってきました。楽しかったですね。まあ、ちょっとね、ジョマジね、絶叫嫌いなんですけど、まあ、3回ぐらい落ちたんで、ちょっとね、そこだけ怖かったですけどね。他のところはね、もう爽快感たっぷりでした。最高でしたね。ということで今日はね、これで、さっきね、メーターだったんですけど、カーズのアトラクション乗って帰ってきたら、
ここにカーズがいました。どうやら時間によって車の種類が変わるみたいですね。いいですねそういうの。はい、ということでね、今日はこれで終わりにしたいと思います。いやアトラクションも最高ですしね、この雰囲気もね素晴らしいです。でね、この規模なのでちょっと日本にはね残念ながらね持ってこれないと思うので、今日ね乗れて本当に良かったと思います。しかもねオープンからすぐ来たので15分待ちでしたしね。ただね乗ってすぐ出たらもう70分待ちだったので、やっぱね人気ですね。はい、ということでこれで終わりにしたいと思います。今日はねカーズランドからの動画でした。ジョマジュでした。ありがとうございました。バイバイ、また来たいね。